これから町田ゼルビアとリーグ戦なのに、あいつら二人で何してんだ。ねえ、何？町田って強いよね。今、C だし、前節は2位のジュビロにも勝ったもんね。清水も前回対戦では負けちゃったし。でも、あの子とはチームの完成度が違うと思うよ。だよね。そんで、町田にはタイゴもいるし、リュークもいるし。なんで？知るか。それぞれの生き方やろ。だから今は敵、倒すべき相手。わかってるよ。この試合がめっちゃ重要なのもわかってる。J2 優勝も見えてくるし、2位浮上もある試合だからね。うん、戦いだね。アイスタの今季最多の 17,989 人が来場よ。やった、今季一番。行くぞ。1、2、3。ちゃうわ。じゃあ、今日も心の俳句を読みます。どうぞ。アイスタにオレンジ揺れろ夏花火。きれい。どうしたの？まともじゃん。調子狂うわ。感動した？するか。さあ、町田戦。応援しろ。エスパルスが好き。清水、はい、町田。この日もサンタナのワントップ、そしてトップ下はもちろん見抜い、ベストメンバーだ。しかし、いきなり町田の圧力に浮き足だった。思うように前進できない。そしてロングスローを警戒してキッカーへのプレスが甘くなり、先制点を許してしまった。清水は浮き足だった。さらにグラウンダーのクロスをエリキに決められた。さらにエリキのスーパーシュートがボール右上を襲ったが、3点目は権田が防いだ。その後、エリキが負傷交代し、次第に町田の圧力にも慣れてきた。フリーキックを受けた山原がセンターリングし、高橋が合わせるもキーパーが反応。しかし、その引いたボールをカルニーニョスが押し込んだ。ここで前半終了。中山に変えて北爪を投入し、3バックへと変更した。ミラーゲームから変更して清水が主導権を握ったが、やや試合は膠着した。山原に代わって吉田が入り、ここで乾が発動する。センターライン手前で鈴木からパスを受けた乾が得意のターンで相手を抜いて前を向く。そこからドリブルで右に流れながら前進してミドルシュート。相手に当たってコースが変わり、ボールはキーパーの頭上を越えてゴールに入った。そこから白崎、乾、カルニーニョスに変えてホセフ、西澤、宮本を投入。西澤が右サイドからクロス、ニアサイドのサンタナがヘディングシュート。逆転。清水のカウンターが発動。最後はフリーのオセフンがキーパーのいないボールにシュート。しかし左に外してしまった。そこでタイムアップ。4連勝で町田との勝ち点差が8に縮まった。自分たちのサッカーができずにいたが、2点目を入れられて開き直り、ワンチャンスにかけていた。ツートップになってターゲットができて、ケンタが良いボールを上げてチアゴが決める練習通りだった。息子にゴールをプレゼントしたかった。ずっと辛い思いをしてきたから。西澤選手の素晴らしいクロスから得点を決められてよかった。
メンタル的にきつい中、イライラしたり熱くなっても仕方ない状況で監督だけが熱くなって、選手は冷静だった。ゲームの意義は反省しなければいけない。簡単にクロス2つでゴールされた。そこは集中力のなさ。残り試合、最後の最後まで勝ち続けてチャンピオンになれるようにやっていく。ねえ、これで清水は何位になったの？3位のままだよ。え、ってことはジュビロが負けてないってこと？え、2位はお預け？だね。勝ち点は清水55、ジュビロ57、町田63。もう負けらんないね。でも乾選手は次から2試合出られないから。2試合も？そう、累積警告で2試合出場停止。もう。じゃあ次の試合トップ下は誰がやるの？わかんないな。3バックにして2シャドウでトップ下なしかもね。心配だな。もう鳴岡もいないしね。レノファ山口育成型期限付き移籍、8月21日から1月31日まで。もう残りは乾に任せるしかないよ。ちょっとお疲れ気味だけど。だからここに試合は休んでもらって、その間はみんなで乗り切るしかないね。だよね。これまで休んでたサンタナと山原に期待しようよ。あね。それに最近思うんだけど。何？高橋選手のヘディングシュートが増えてるんじゃないかな。決まってないけど。合ってきてるってこと？うん、決まりだしたら相手は嫌だろうね。で、次の試合はブラウブリッツ秋田戦、アウェー。秋田の状態は今、4試合勝ちなし。へえ、今日はよく喋るね。興奮してるからな。ガオーガオー。なんか変。でも大吾とデュークはちゃんと挨拶に来てたな。うん。で、結局俺が何が言いたいかっていうと、サンタナがゴール決めた後、最前列のサポーターとタッチして回ってたけど、あれが長くて心配したってこと。続く